10月25日愛南幼稚園でモンベル製通学カバンワンパックの贈呈式が行われました。これは愛南町ランドセル無償配布事業として次年度町内の小学校へ入学予定の児童にランドセルを無償で配布し保護者の負担を軽減することを目的に今年から始まった事業です。愛南幼稚園では令和6年度新入学生7人にランドセルが配布されみんなで元気よくお礼の言葉を述べました。ランドセルありがとうございます。大切に使います。すごい。小学校に行ってピアノを弾くのが楽しみです。テスト100点取りたい。赤色が好きだから勉強を楽しみたいです。青が好きだから。今回配布されたランドセルにはナーシ君のデザインも入っていてみんなこのランドセルで通学するのを楽しみにしているようでした。